はモルモットさんの爪切りをやっていこうかなと思います。楽しい爪切りの時間だよ。基本嫌いですね。どうでも、まあ、そんな伸びてない。ちょっと伸びてるかな、うん、この白い部分だけを切るんですけど、このピンクいとこ切っちゃうと血が出ちゃいます。いろんな爪切りのやり方あるんですけど、もしできるなら餌やりながらとかでもいいかもしれない。全然伸びてない。ちょっとピクって動くけどっていうぐらい。だから食べれなくなったらちょっと怖がってるかなっていう証拠なんで。全然伸びてない。伸びてないですね。伸びてない。ちょっとちゃんとケアしてるんで。はい、おしまい。おしまい。そんな感じでちょっと技術近くやっていきます。この子は、この子も切ってありますね。この子はちょっと伸びてる。ちょっと伸びてる。でもそんな伸びてないんで。そんなでもないか。もう切らなくていいって大丈夫です。なんかお家でやる場合のやり方とかも見せたらいいですか。ちょっとやだ。ちょっとやっぱやみたい。ちょっとやだ。こんな感じでパツンパツンと切ってきます。うん、伸びてない。伸びてないね。大丈夫。伸びてない。まあみんなで仲良く餌を食べようどうかなってるけど。どう？ちょっと伸びてるかな。はい。こんな感じです。モルモットの厄介なところ、こういう黒い子分かんないんですよね。どこまで伸びてるか、ね、もう本当に経験則になっちゃうんだけど、見た感じそんな伸びてねえからさ。先っぽだけで、お家でやるとき結構多分血出しちゃうと思うんですよね、初めてやる人とか、うん、最初怖かったらもう動物病院でやってもらうのがいいと思います。あんまり泣かないんですよね、うん、ちょっとやだね。嫌がってるけど、まあ、やだやだ。前頭大変だな。こんな感じかな、この子。あー、そう、長くなってきちゃったけど。あ、ごめん。動画で伝わりますこの感じ。分からん。うまいこと。モルモットが、うん、切られてるなっていうのが伝わればいいんじゃない。ちょっと深くしちゃう人があるんで、慣れてないとダメかもしれない。まあ、ちょっと嫌なんだろうけど、おとなしいね。お子さん、これもないよみたいな。はい。やだーやだって言って。大丈夫。盛り上がる、ね。はい。おなし。あれですかね、やっぱ切ってる人がうまい子ですよね。うん、そうだね。いや、そのさ、爪切りのさ、使い方そもそも分かんのかなと思って。小松菜でデモンストレーション。それが爪だとして、こっちが爪だったらこうやっちゃうと深爪になっちゃうんで、切ればこっち向きでこんな感じ、うん、そんな感じで切ると伝わるかなという使い方です。ペットショップで売ってるでしょうから、うん、ぜひお買い求めください。あと小動物用のちっちゃいやつとかあると思うんで、うん、最初不安だったらそっちの方がいいかな、うん、ちょっとチャレンジしてみようかなって思うなら、こういうクイックストップっていう接着剤があるんで、入れた時これで止めてあげてください。なるほど、そういうのあるんだ。あります。多分市販で売ってると思う。こうやって爪切りのついでに体調管理とかも含めて様子を見たりします。じゃあ最後に順番にこうしっかり写しておこう。はいはいはい。おいで。おいで。